はい、どうもです。本日なんですけれども、ホープルツエクソンを最終結論を取っていきたいなと思います。いよいよね、年内中央 G1 ラストということで、勝って終わりたいなと思います。動画自体はね、多分明日か、当日かわからないんですけれども、東京大賞典の最終結論も取っていきたいなと思っているので、ぜひそちらが最後の動画になります。というわけで、早速本命からいきましょう。本命はミスター GT にしました。はい、新馬戦ね、このままショート数で出遅れて後方からのレースになったんですけれども、直線ね、エンジンがかかってからっていうのは末脚えげつないものを持っていたと思いました。末脚お化けっていうのは基本私惚れてしまう性分ですので、この子を信じたいなと思います。本当にね、グランアレグリア、マイネルラウリア、この辺とね、遜色ない末脚で最後差し切ってましたんで、一目惚れでございます。まあね、この中山2000m 大外枠っていうのは、さほどマイナスではないんですけれども、やっぱり内を回った方が強いよねっていうのはありますね。直線が短いんで、後ろから行く馬っていうのは結構厳しいのかなと思ったりもするんですけれども、この馬に関しては外から自分のタイミングでエンジンかけれるっていうところで、そこまでマイナス評価にはならないのかなと思います。新馬戦負かしたね、ハヤテも、次走2着馬に0.8秒離しての圧勝に加えて、姉妹サンハロンね、持ったまま加速ラップ踏んでいるので、かなり強いかなと思っております。それに加えて大好きなドラメンテ3区ということで、今年はね、本当にドラメンテ3区と北サンブラック3区買っとけば本当にいいと思ってますので、全てが揃った末脚お化けの北さん、ドラメンテ3区ということで、ミスター GT 本命にさせていただきました。対抗ですね、センチュリーモンドにしました。もともと本命予定だったんですけれども、有馬記念豊さんが勝ったせいなのかわからないんですけど、意外と売れてしまっているので、ちょっと評価を落とさせてもらいました。この馬自体ね、非常にレースセンスが高くて、前走もウルデュボニュールっていうクラシックに乗ってくるであろう馬を、抑えての勝利というところで、現状の完成度では、トップレベルかなと思っております。こちらもね、外枠なんですけれども、先行してね、前に行けば、あんまり枠振りっていうのはないのかなと思いますし、豊さん、完全制覇かかってます。十分チャンスあるかなと思いますし、クラシックに向けての馬はエコロバルツがいるので、センチュリーボンドはここ勝ちに来るんじゃないかなと、個人的に思っております。黒三角3番で評価ですね。タリフラインにしました。正直、大穴です。ただ、トムで人気が落ちてるんだったら、本当に嬉しいなと思います。能力はね、抜けてるもの、抜けてるって言い方自体がちょっとまだわかんない。だけど、2歳戦なんで、足りてもおかしくない能力を持っているかなと思います。新馬戦負かした2着の馬っていうのも、次走ね、0.4秒かなんか突き放して勝ってますし、スローペースであったものの、姉妹サンハロン加速ラップ踏んでいるっていうところは非常に評価できるかなと思いますし、勝ち方からもね、今後期待できる内容かなと思います。現状10番人気だいぶ美味しい状態ですし、タリフラインに関しては、調教ね、タイム的にはあんま良くないんですけれども、13日、2週前かな、3週前ぐらいにマカのジョッキー乗ってもらっているので、ある程度感覚っていうのは分かってるかなと思いますので、調教はあくまで調教ですので、レース本番に向けて準備ですから、あまり気にしなくていいのかなというのが個人的な感想です。はい、白三角です。1投目ゴンバデガブス、2投目湘南ラプンタ、3投目レガレイラ、4投目ウィンマキシマム、ここまでにしました。正直な話をすると、シンエンペラーはですね、非常に迷いました。ムルザバエフ、マジで怖い。だけど、前走を見てもね、メンバーレベル自体かなっていうところがあるんですよね。京都2000でね、1分59秒台で走れているっていうのは、しかも揉まれての競馬でしたから、だいぶ強い内容ではあるものの、過剰人気するなら嫌いたいなと思ったんですけれども、レガレイラがね、抜けて人気というか一番人気になっているので、このオッズのままなら抑えてもいいかなとは
思っております。はい、それではね、まあいよいよもう年末ということで、まあ、中央競馬が終わり、来年はね金牌からまた始まるわけですけれども、まあその前にね、お子さん、お孫さん、姪っ子、甥っ子にお年玉配ると思います。その資金ぜひホープフルステークスで稼ぎましょう。というわけでお疲れ様でした。